時は安土桃山時代、元亀4年、1573年、室町幕府第15代将軍足利義昭は織田信長を畿内から排除しようと挙兵するも、牧島城の戦いで敗れ、京を追われ、中国地方の戦国大名毛利輝元の庇護を受ける身となっていた。義昭はその後も反信長の姿勢は崩さず、毛利輝元を味方につけると、畿内周辺の大名は続々と信長包囲網への参画を表明し、ついには越後の上杉謙信をも動かすまでに拡大させていた。信長にとって畿内の元とも言うべき一方門徒集団石山本願寺を潰させないことが信長排除の最重要事項だと捉え、織田軍の包囲に籠城戦を続ける石山本願寺への物資補給を毛利水軍、村上水軍に依頼し、600隻を超える輸送船団がたびたび物資搬入を成功させていた。天正4年、1576年7月、各地での戦いに多忙を極めていた信長であったが、これ以上の物資搬入は容認できないと、泉の国や伊勢志摩の国の船団を中心とした織田水軍300隻に出航を命じ、海からの補給を阻止すべく大阪湾に向かうのだった。桃ども、敵船団が見えてきたぞ。宝禄玉の準備はできておるな。敵は300隻程度かの、その程度であろう。あの大姫の畑船が機関ではないか。であろう。あのように広がってしまっては機関も丸裸よ。小高殿は物資運搬船の護衛を頼みますぜ。織田水軍の部長は村上水軍に任せておき。おう、これは頼もしい言葉よ。分かった、工房よりその武勇しかと拝見しますぞ。石山本願寺、北から大阪湾に流れる木津川は水路での物資搬入に欠かせない川であり、それを阻止したい織田信長はこの木津川口の防衛を行うため、泉や伊勢志摩から織田水軍300隻を集結させ防衛に当たらせていた。織田水軍を打破しない限り石山本願寺の窮地を救えないと判断した毛利輝元は、500隻の輸送船と村上水軍を主力とする300隻の護衛船を編成し大阪湾に向かわせていた。殿、村上水軍が現れましたぞ。来たな。しかし小さい船が多いの。あれは小早船ですな。村上水軍の主力船で取り回しがよく動きも早い。では一隻に乗る兵の数も少ないわけな。さようにございますな。よし、弓隊、大筒隊、支度に入れ。木津川口を戦場に守る織田水軍に対し、村上水軍は縦に戦列を組み速度を上げ織田水軍に向かっていく。さて行くぜ。敵は弓や鉄砲を振らせてくるで。合図があるまでは盾でしっかり守れ。狙うは機関の畑船じゃ。そこまでは全力で漕ぐのじゃ。おう、突っ込んでくるか。機動力がなんぼのもんじゃ。弓鉄砲の数がものを言うんじゃ。射程内に入った船より順次放て。村上水軍の突撃に織田水軍からの応戦射撃で開戦が始まる。俗に言う第一次木津川口の戦いで、縦列のまま織田水軍に突き進む村上水軍。まだだ、今少し敵襲に入れよ。敵の敵は機関の畑船を狙うだけだ。町の船も援軍に向かう。頼んだ。左右の船は村上水軍を囲い込むのじゃ。真鍋佐渡の船隊が中央突破を阻止すべく向かった。それを確認した村上元義は、あれは真鍋の船。よし、狙いはあの畑船じゃ。宝禄玉を投げかけよう。元義の合図で縦に立って鳴りを潜めていた村上兵が一斉に宝禄玉を周囲の織田の船に投げかけた。宝禄玉とは鉄砲玉と火薬を球状の宝禄に詰め防火線を渡した今でいう手榴弾である。船に宝禄玉が落ちると火薬に引火し爆発。兵の損傷以上に船の損傷、そして木に引火し炎上にまで行く。宝禄玉に気を取られるな。鉄砲と弓を撃ち続けよ。しかし海上を縦横無尽に動く鍛え上げられた村上水軍により織田の船は次々と沈められていく。よし、真鍋の船を取り囲む。そして宝禄玉を嫌というほど投げ込むのじゃ。次々と投げ込まれる宝禄玉に、ついに真鍋が指揮する畑船は炎に包まれた。船が沈む前に真鍋の首を取るんじゃ。敵船に乗り移れ。くそ、敵
火の煙で何も見えん。真鍋佐渡友だな。ご覚悟。誰じゃ。丹野水軍の大将、真鍋佐渡友が討ち取られたことで、織田水軍の士気は下がり、戦場を離脱する船が出始めた。くそ。真鍋の船が沈んでは、ここでの士気はもう取れぬ。前線、南へ向け撤退せよ。織田と毛利の本格的な海戦となった第一次木津川口の戦いは、村上水軍の機動力と宝禄玉による攻撃で、真鍋佐渡をはじめ数百を超える織田兵を失うことになり、毛利軍の大将に終わった。そして織田水軍が撤退したことにより、毛利からの輸送物資は悠々と石山本願寺に届けられることになった。父上、鉄砲傷は大丈夫で。大事かい。それよりも木津川口での敗戦の方が痛い。面目次第もござらぬ。終わったことはもうよい。それよりも次への対策じゃ。吉高、原因は何である？はい、奴らはありのごとき素早さで我らの攻撃をかわし、機関めがけ宝禄玉を投げ込んでくる。船頭の指揮もさることながら、海の上とは思えぬ一糸乱れぬ動き。まさに吉高、感想を聞いているのではない。敗因は何じゃ？大量の宝禄玉による船の破損と出火が一番の要因。消火隊を持たせる必要があるわけだな。無論消火に当たる兵もいたが、投げ込まれる宝禄玉の数が多く、対応が追いつかぬのじゃ。父上、こちらも宝禄玉なるものを作りましょうぞ。いや、それでは機動力で勝る村上水軍には勝てず、奴らが二度と織田水軍に戦いを挑もうとせぬ価値が必要じゃ。それにはまず火への対策が必要になります。火よの鉄の船を作るのはいかがでございましょう。バカ、それでは船が重くなり沈んでしまう。いや、鉄を板状に伸ばし全体を覆えばよかろう。鉄の装甲を持たせた船、鉄鋼船じゃ。いや、しかしそれだけでは物足らぬ。そうじゃ、大きさじゃ。今までの畑船の倍の大きさが欲しいの。宝禄玉が届かぬ高さも欲しい。さすれば内部に何番トライの大砲も乗せられる。殿、しかしそれでは造船に莫大な金銀と期間がかかりまする。何より数が作れませぬ。軍資金の心配はせぬでよい。わしが用立てする。期間は2年とする。その間にできるだけ多くの鉄鋼船を作るのじゃ。吉高、任せるぞ。村上水軍に、いや将軍義明に、新たな時代の海戦を見せてやろうぞ。造船場は大港とする。数増、伊勢や尾張の働きを拡充し、鉄の生産を増やせ。吉高の補佐もしっかり頼むぞ。大阪湾を毛利に牛耳られている間は、石山の物々どもを滅ぼすことは厳しい。次の毛利水軍との戦いまでは、わしに歯向かう機内周辺の反抗勢力潰しに向かう。信忠、そちには摂津へ向かい。信勝や信孝、佐久間信盛、明智光秀、根室衆などとも合流し、紀伊へ向け南下し、雑賀衆を黙らせてまいれ。かしこまりました。皆の者、頼むぞ。信長は大阪湾の支配がなせるまで石山本願寺の攻略を先延ばしにし、それまでに越後の上杉や丹波、紀伊など畿内周辺の対抗勢力の排除に軍を差し向ける策を取ることにした。そして2年が過ぎた天正6年1578年5月、雑賀衆の方を鈴木孫一は、一度は織田に降伏していたが、再び反信長に動き出す。孫一、聞いたか。信濃茎義高がバカでかい温泉を作ってるらしいぜ。ああ、聞いた。だからさえ呪い茎水軍はでかい船作ってどうするんだ。ははは、動けぬ敵を仕留めるほど楽なことはないぞ。おそらくその船で大阪湾に向かってこようで、わしらも船で奇襲でもするか。うまくいきゃ久保様から丹波に褒美がもらえるぜ。おう、それよそれよ。よし、丹波の水軍にいつでも出航できるよう支度させておくぜ。おう、頼んだ。吹殿、間もなく2年が経つが、鉄鋼船はいかほどできそうじゃ。滝川様、大港までご足労をかけました。鉄鋼船はこちら、全部で6隻作り終えたところです。お、でかいの。通常の畑船の倍以上はあり、船内は2層構造となっておりまする。大砲は左右各3門の合計6門。雨でも、
鉄砲や大砲が撃てるよう1階部分に配置させておりまする。炉は計50、1隻あたり最大800人の兵を乗せられまする。この黒いところは全て鉄の板なのでな。さようにございまする。さらには船底から船首にかけても鉄板を打ち付けております。もしや敵船に体当たりする気か。さすが滝川様、お察しの通り小早船なら一瞬で転覆か砕け散るかでしょうな。牛に乗られるようなものじゃでな、ひとたまりもあるまい。信長様もこれを見たら驚かれるであろうよ。たった6隻かと叱られそうでもありまするが。うむ、それは覚悟せねばじゃな。それよりも心配なのは動くのか。おそらく。かくして6隻の鉄鋼船は大阪湾に向け出航した。久保様、石山本願寺の賢女様より密書が届いたのですが、それがしの教養が足りず読めませぬ。なんと書いてあるのですか。これ。ふむふむ。ほう。なるほど。して、なんと。まったく読めぬ。理解している素振りはやめてくだされ。ざれ事じゃ。しかし、最後を見てみよう。小さい字で、兵糧を頼むと書かれておる。またも兵糧をと。すまぬが用立ててやっておくれ。賢女殿は、毛利の家臣ではござらぬ。何度も何度も米をせびられては。そうそう、デブ元殿には副将軍の座をと思うておる。すぐに物資の準備に入りまするぞ。村上水軍にも使者を出さねばじゃな。急ぎまするゆえ、これ見て。ちょろいものよ。しかし上杉謙信は亡くなり、今も上杉家は当てにならぬ。松永久秀は織田に打たれ、羽柴秀吉、明智光秀の部隊も迫りつつある状況。京に戻るためには摂津の本願寺がいなくなっては困るのじゃ。この摂津の荒木村重、この者が味方になれば信長に傾く流れを一気に変えられるのじゃが、全く返答が来ぬ。次は狐の文面にて書状を送ってみるとするかの。天正6年1578年7月、その頃伊勢の国の大湊を出港した久喜義孝、滝川一正率いる鉄鋼船6隻の織田水軍は紀伊半島を時計回りに大阪湾に向かっていた。紀伊を越え泉の丹野沖に差し掛かった頃、雑賀衆が率いる30隻ほどの船団が現れた。おう、なかなかでかいの。噂以上の大きさじゃな。しかしあの野呂さは笑ってしまうの。敵船は6隻しかおらんが、いかに戦う。二手に分かれ1隻ずつ仕留めていくぞ。大筒の射程範囲まで近づき一斉に打ちかける。囲むように常に動き回れば相手も攻めに困ろうぞ。よし、わしは左手より向かう。おう、頼んだぞ。雑賀水軍は大きく二手に分かれ、一隻ずつ仕留めるべく鉄鋼船に向かっていく。あの戦機は雑賀衆か。そのようですな。鈴木孫一の水軍でしょう。佐久間の曇り隊が鎮圧に向かったと聞いておったが、失敗したとのこと。またも佐久間様は。では鉄鋼船の最初の相手は雑賀衆ということじゃな。そのようですな。よし、前線に申し渡す。全速力で敵船に突っ込め、鉄砲隊、大筒隊、大砲隊は準備に入れ。敵船が横を通過したら一斉に発射せよ。6隻の鉄鋼船は速度を上げ雑賀船団に向かった。何、速度を上げてきたか。いかん、体当たりをする気だ。全ての船が避けきれるぞ。矢の形に隊列を組んだ6隻の鉄鋼船が躊躇なく雑賀船団にぶつかり、10隻ほどの小早船が鉄鋼船の餌食となり砕け散る。よし、前線一斉射撃じゃ。バカ、大砲を積んでやがるのか。砲術や鉄砲の数も多すぎる。孫一、これでは反撃する前に前線が沈没するぞ。やむを得ぬ撤退じゃ。海戦はわずかの時間で決着がついた。半数の船を失った雑賀船団は何もできないまま紀伊へ撤退していった。圧勝ですな。想像以上の破壊力にそれがしも驚いておりまする。さて、堺の港へ向かいましょうぞ。9月には殿が堺に来ることになっておる。楽しみよの。無事堺の港に着いた鉄鋼船団はひときわ注目を集め、機内中から鉄鋼船を一目見ようと多くの町民で賑わうこととなった。おう、たまげたぞ。丹野は沖での雑賀衆との海戦も解消したとのこと。義高、誠大理であった。はは、6隻しか作れず
申し訳。よいよい、この鉄鋼船なら一隻で小早船100隻分の威力を持とうぞ。殿、毛利水軍に動きは？うむ、ちょうど米の収穫が終わった頃じゃで、冬前にはやってこようぞ。信長様、大変にございます。いかがした？摂津の荒木村重殿が謀反を起こしたとのこと。な、なんじゃと。荒木軍は羽柴秀吉殿率いる有馬隊に加わっていましたが、別所長春のこもる三木城攻めの最中に突如反旗を翻し、居城の有岡城に撤退したとのこと。摂津を治める荒木村重殿が将軍方についたとなりますと、羽柴隊の進路が塞がれたことになり、有馬隊は危険な状況となってしまいまする。村重、何故じゃ。何か訳があってのことであろう。藤鷹、急ぎ松井勇敢と明智光秀に村重の説得に向かうよう使者を出せ。ああ、急ぎ取りかかります。吉高、聞いたであろう。荒木の謀反は将軍義明の仕業であろう。であれば毛利はこの機に海からの機内制圧を仕掛けてくる可能性が高い。2年前にも申したが、二度と織田水軍に戦いを挑もうと思わぬよう、この鉄鋼戦で毛利村上水軍を叩きのめせ。天正6年、1578年11月の6日早朝、木津川口周辺を警護していた織田水軍の偵察船が大阪湾に向かってくる毛利水軍、村上水軍を発見した。クピサが、毛利の水軍がやってまいりました。やっと来たか。数はどうじゃった？先頭が村上水軍、後方に毛利水軍、小早川水軍と続き、合わせて600隻ほど。その後方に物資を積んだ補給船が続いております。わかった。よし、聖戦出航の準備に入れ。訓練通りじゃ、矢の陣形にて西に向け進むぞ。父上、噂の歌の鉄鋼船とやらが見えてきましたぞ。おう、この距離でも目立ついでたちじゃろ。最下州からの知らせでは、小六様は手で投げたのでは装甲を超えぬとのこと。なるほど、こう二層の構造なのだな。よし、宝禄玉はすべて縄で縛り上げよう。軍回して敵船に投げ込んでいくぞ。火矢の支度も始めよう。敵はわずか6隻じゃ。しかもあの図体じゃ速度は出ぬ。3体に分かれ敵船を囲み、火矢と宝禄で一気に沈める。よいか。朝8時を過ぎた頃、毛利水軍のコラライが鳴り響き、第2次木津川口の戦いが始まった。織田水軍は陣形を変えないままゆっくり前進する。村上水軍は隊列を3つに分け、高速で鉄鋼船に向かっていく。ぼちぼちじゃな。前線全速力で村上水軍に向かえ。大筒隊、大砲隊はいつでも放てるようにしておくのだ。父上、鉄鋼船が速度を上げましたぞ。うむ、思ったよりも速度が出るのだな。あれにぶつかったらひとたまりもない。前線に伝令せよ。鉄鋼船とは一定の距離を保ち、宝禄玉を投げ込む時のに近づくのじゃ。しかし村上武雄氏の伝令が前線に伝わる前に、鉄鋼船は村上水軍を捕らえた。速度を落とさず突っ込め、2年前の借りを返すぞ。5隻の鉄鋼船が見事に村上水軍を小早船に体当たりし、砕け散った小早船の残骸が海に広がった。同時に鉄鋼船から周辺の小早船に大量の鉄砲、砲筒、大砲が撃ち込まれた。船から大砲とはこれのことか。信長で、なんとも銭のかかる船を作り上げたもの。昼も鉄鋼船にも弱点は必ずある。順に近づき、火矢と宝禄玉を投げ込み続ける。鉄鋼船から放たれる大砲や砲筒の威力はすなわち、次々と毛利水軍の船を沈めている。しかし数で勝る村上水軍は負けじと宝禄玉と火矢で応戦する。村上武雄氏はどこの船に乗っておるのじゃ。奴の船さえ沈めてしまえばなるのじゃが。よし、前線に申す。大砲は機関と思われし畑船に狙いを定めよ。吉高の指令で距離の離れた畑船めがけて大砲が放たれ始める。命中すると浸水した船はあっという間に海に沈んでいく。一発の大砲弾が当たっただけで大きな畑船が沈んでいく光景を見た村上水軍や毛利水軍の士気は徐々に下がり始めていく。父上、
中隊を指揮する船を沈む。これでは脳裏水軍全体の統率が取れません。兵の士気も下がりだしておりやすく、そう、これほどまで火が通用せぬと、これ以上被害を拡大させてはならぬが、無念ゼロ撤退とする。村上武吉、諦めが早いぞ。逃がすな、前線前進せよ。補給戦であろうと構わず沈めていくぞ。逃げ遅れた毛利水軍の船や速度の遅い補給船は次々と鉄砲船によって沈められていくも、右足の速い小屋船や畑船は撤退に成功した。客席以上は沈めた可能。皆の者、ご苦労じゃった。これで毛利が大阪湾に現れることはしばらくないであろう。勝ちどきをあげよ。朝8時に始まった海戦は、序盤こそ数で勝る毛利、村上水軍が押していたが、計36門から放たれる大砲に村上水軍の機関船が次々沈められ、午前中には決着がつき、終わってみれば6隻の鉄鋼船は1隻も沈むことなく、村上水軍、毛利水軍、輸送船は100隻以上が海の藻くずとなるという織田水軍の圧倒的勝利に終わった。織田信長はこの海戦で勝利したことにより、石山本願寺への補給路を完全に遮断することに成功し、また謀反を起こした摂津の荒木村重に便乗する勢力を抑え込むことにもつながった。海からの脅威がなくなった信長は荒木村重を追い詰め、摂津領を回復すると、毛利側についていた備前の浮田直家をはじめ続々と毛利の切り崩しを進めていく。いよいよどこからの支援も見込めないと判断した石山本願寺の剣にはついに天正8年1580年信長に降伏。10年続いた浄土真宗本願寺勢力との戦い、俗に言う石山合戦はここに終わるのであった。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。